のは？おそらくガルーの降臨だろう。スパイダーレディと合流する前に彼女。まるでおとぎ話に出てくる王宮の。ねえエレオン、さっきセルジオスが言ってたことだけど。いいかリュクス、覚えておくんだ。ガルーに人の心はない。最後はやるか、やろ。奴らにどんな名があろうとも、俺たちのなすべきことに。けど私はリュクスとここを守ってるわ。怪我人もいるし、いざとなったら二人でガルーを防がないとね。シルビー卿、かたじけない。さあ地下貯蔵庫に急ごう。お前の手下は皆倒した。降伏しろ。バカなの。このナイト、ナイト、ナイト、あの人。そうだね。こねて。犯人しなくちゃ。
わかった。あれはね。Yeah!
できない。そうだ、俺だ、エレオンだ。やっと来てくれたのね。ごめんなさい、私守れなかった。鳥でもあなたとの約束も。いいんだ、もう。やっぱりモイラさんだ。3年前、ガルーが大攻勢をかけてきたとき、彼女はごくわずかの手勢だけで、この砦の留守を任された。フォート・グリフィンの位置は、敵に知られていないはずだった。だが、ガルーは別動隊を出して、フォート・グリフィンを強襲した。ボートナイトであり、センチネルでもあった彼女は、死力を尽くして戦い、そして、さようなら、エレオン。